混ぜて、はい、こんな感じですね、はい、万能だれですね、こちら、水晶豚こまの完成でございます。どうもトムックスです、ということでですね、今日は安いね豚こまをものすごく美味しくする方法をですね、皆さんにちょっと押し付けたいと思います。もうこの方法でやるともうものすごく柔らかく、仕上がるんですよ。なのでそれを今回やっていこうと思います。はい、それではやっていきたいと思います。長ネギは3分の1本に切りますね。これね、こんな感じで、はい、こんな感じですね、みじん切りにしていきますよ。はい、こんな感じですね、細かく切れましたら、生姜がね 5g なんですね、でこれをみじん切りにしていきます。こんな感じでね、みじん切りしていきますよ。はい、じゃあ薬味は切り終わりました。ではですね、このみじん切りにした、この野菜たちを、ボウルに入れていきます。でここにお醤油が大さじ1、お酢が大さじ1、砂糖が大さじ1です。味パンダが3フレですね。でごま油が小さじ1ですね。でよく混ぜて、これですね、絶品だれがねこの状態でも完成しております。これ、ね、先に作って、ネギをね少しね置いておいた方が辛みがね軽減されるので、先に作ってつけておいてください。はい、これでもうタレは完成でございます。それではですね、豚こまを調理していきます。まず塩を、少々振りかけてあげてください。片栗粉はですね 200g に対して大さじ2ですね、はい、この状態でですね、パックのままやっていきますね。皆さんねこぼれないように、ね、気をつけてね、はい、であえていきますね。ここ混ぜて混ぜて、こんな感じでね、まんべんなくまぶしてくださいね。こうすることによってなんやかんやで豚こまがねつるっといくんですよね。はい、はい、オッケー、こんな感じです。いいですね、もう沸騰プツプツいってきましたね、この状態で大丈夫です。ここにですね、片栗粉をまずぶした豚こま、はい、これをですね、ドバッと入れちゃダメですよ。1枚ずつ入れてくださいね、はい、1枚ずつ、はいはいはい、いっぺんに入れるとね全部くっついちゃうんでね、ちょっとね料理研究家っぽい今日は動画になってますよ、これはね、はい、もうね、3本目で酔っ払ってますけどもね、はい、そうしましたらですね、よく混ぜて、はい、豚肉に火が通るまで、茹でていきます。はい、赤いとこがなくなれば、はい、こんな感じですね、はい、水を切ったのがこちらになります。はい、じゃあ盛り付けですね、はい、お肉をですね、こちらに、盛り付けていきます。綺麗に盛り付けていきますよ。で先ほど作っておいた、タレですね、万能だれですね、こちらを、丁寧にかけていきます。うぃー、そしてですね、まあこれは別にあってもなくてもいいんですけども、僕は彩りが綺麗なので、こんな感じでね、はい、糸唐辛子を上にのせてあげます。はい、ということでですね、これで水晶豚こまの完成でございます。はい、それではですね、早速飲んでいきたいと思います。うまそうですね。じゃあいただきます。甘い。それではですね、豚こまの方も食べていきます。これね、ツルントゥルンでね、絶対うまいと思うんで、いただきます。めっこれめっちゃうまいね、やっぱり豚こまなのにすっごい肉がプルンプルン。すごい酒にも、めちゃめちゃうまい。ね、タレがうまいですね、やっぱね。タレがほんとうまい。ほんとおいしい。豚こまは結構硬くなりがちなんですけども、こういう調理法をすることによってすごく柔らかいお肉に。
ということで、今回の最初のことどうだったでしょうか。ぜひですね、皆さんも作っていただければなと思います。はい、ということでですね、今回の動画楽しいなとかね、美味しそうだなとか、ちょっとも思っていただいた方はチャンネル登録を、あと高評価、通知ボタンオンをお願いします。